ここはあの赤坂サカスをスタートしまして4日間かけて、1300キロの道のりを、京都の上賀茂神社を目指して、みんなで走ってきます。このようなその景気の悪い時期にですね、日本を元気にしようというプロジェクトなんですけども、日本にはまだまだその世界遺産に認められなくても素晴らしいその文化遺産とか地域の宝物があるので、それを皆さんでまた再認識したり再発見することによって、これをですね世界に発信すると、そして日本の、誇りと自信を取り戻すという、そういうコンセプトのもとにこのイベントを企画しております。僕らはそのクラシックカーを技術遺産という形で捉えてまして、古くいいものを長く使うというような環境のことも考えてやっております。今その若い人が車離れなんて言われてますけども、改めてそのかつてこういう車があったんだと、今の車っていうのは先祖はこういう形なんだっていうのをまた再認識してもらって、みんなで楽しんでもらえば非常に嬉しいです、はい。僕の車はこのイギリスの AC っていうところの ACS っていう車で、1954年の車ですね。でこれは過去にこの個体がワークスカーとして作られた3台のうちの1つっていう、結構ヒストリーのある珍しいやつですね。2006年だからまだそんなに経ってないんですけれども、でもそれからイギリスにあった出物をこう輸入したんですけれども、ずいぶんそれから手をかけて今は非常に調子よくなりました。ただ旅をするっていうんじゃなくて、タイム競技がいっぱいこう仕組まれているから、結構僕はそっちを狙ってる方で、上位に必ず入賞しようという意気込みで、モチベーションも高めながら、こう人とのコミュニケーション、土地との地域とのコミュニケーションを両方楽しもうと思っています。